マジック粘土を作ろう。じゃあ作ってみて。作ってみて。これ前も作ったからね。そう、2回目だね。アリちゃんはね、アリちゃんはあの1個だったからね。1個ね、1個だった。え、桜子のはこれなんだっけ名前？猫。で、アリさんのが白熊。猫で。で後ろに白くまーありちゃん、こんな感じでね、マジック粘土の作り方が書いてあります。書いてあります。ありさちゃんのは白くま、白くまです。これ見せて。今ここはできた帽子。お、あ、すごい綺麗だね。めっちゃ上手だね。ありさちゃんは、ありさ、ありさ、うろこ、ありさ手伝ったらいいのかね。うろこめっちゃめっちゃ塗ってる、塗ってる、塗ってる、塗ってる。アリサ、アリサ、これさ、ちょっとさ、アリサちゃん自分で大丈夫、大丈夫なんだって桜子。大丈夫、桜子自分のやったら同じところにさ、ずっとさ、こうやってさ、ペタペタって。そんなことやってたら没収ですよ。混ぜたらこの猫の色ができるから、色ができるか試してみる。うん。どうしよう、足りるか。あ、本当だ。これで。ああ。ね、ちょっと髪型大丈夫それ？パパさん。これ、お、アリちゃん大丈夫？できる？でも気をつけてね。これね。これあるよ。あ、ああ。あったね。ナイス。どうした？落ちてない。落ちてた。どうた？すごいね。色合いすごいね。これね、白とね、黄色を混ぜた。白とそれを混ぜたんだ。こういう色にそうしたらなるんだ。混ぜるんで。アリちゃんも混ぜるんで。はいはい。すごいね。ネコネコねして。パパ、白どうだ？白さっき開けたやつあるじゃない？ここに。あるじゃん。伸びる。少ないかな。はいはいはい。あ、どうした？ついちゃった？ねえ、ねえ、わかった？何が？アリちゃんのとこ好きだよ。アリちゃん前可愛いとこ。今は可愛くない？今もずーっと。上手だね。うん。今こんな。わ。すごいね。アリサちゃんは見して。あら、すごいね。前もこんな感じだったよね。上手。じゃあ顔完成。次こことか。うんうんうん。カペに見て。ここはね、なんかね、オレンジっぽいんだけど。うん、ここオレンジと黄色混ぜ。完成した？うん、見して。すごい可愛いじゃん。いい感じにできましたね。じゃあ乾いたら後で窓ガラスに貼ってみよう。今日も見てくれてありがとうございました。グッドボタン、チャンネル登録お願いします。また見てね。バイバーイ。本当だ。
忍者ドラ